どうも、皆さん、こんにちは。チャクワサです。本日はですね、こちらのヒルとアメキスプレミアムカード。まあ、私はプレミアムカードなんですけども、まあ、一般カードでね、プレミアムカードありますよね。で、このね、クレジットカードに付帯しているウィーケンド無料宿泊特典ってありますよね。一般カードだったら150万。プレミアムカードだったら更新と300万決済するとね、もらえるっていうね、ウィーケンド無料宿泊特典あると思うんですけども、こちらはですね、ネットで、ちょっとネットっていうと語弊があるかもしれないですけども、ネット上のチャットでね、予約することができるようになりましたということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。はい、ということで、こちらね、朗報ですね。このヒルとアメックスプレミアムカード、一般カードね、出てから、まあ大体2年ぐらいだったっけ。経ちましたよね。はい、経ちましたけども、こちらね、ずっと電話しかね、この無料宿泊特典っていうのは、まあ、ウィーケンドね、限定になっておりますけれども、できないんですよね。ですので、基本的にはね、まあ、フリーダイヤルにはなってるんですけども、まあ、ヒルトンデスクにね、電話していただいて、まあ、そこでね、空き状況とかホテル名とか言って、予約していただく必要がございますけども、これがですね、インターネット上のチャットでね、利用することができるようになりました。で、またね、当初ね、いただいてた情報だと、PCしかねできないっていう話だったんですけども、ヒルトンのアプリね更新したらですね、こちらねスマートフォンアプリでもね利用することができるようになりましたということで、わざわざね電話しなくて済むようになりましたので、まあチャットで、ね、やり取りはしなきゃいけないんですけども、まあ幾分かはですね、まあ楽になったのではないのかなということで、今回ねこちらを皆さんとね一緒にやっていきたいなと思います。ということで、実際の画面ねちょっと見ながら、説明ねしていきたいなと思うんですけども、まずね PC とスマホねちょっと両方ともやっていきたいんですけども、このウィークエンド無料宿泊特典ね使う前にねぜひやっといていただきたいことがございまして、このヒルトンのねウィークエンド無料宿泊特典っていうのは、まあ、金土日のね宿泊しか利用することができません。まあコロナ対応の時はね、まあ、いつでも利用できたとかね、まあそういったことで私もね普通の平日に利用することができたりしたんですけども、まあ今現時点は金土日の宿泊しか利用することができません。でまたねホテルの枠ありますよね。こちらはスタンダードルーム特典の客室が空いていればですね、このウィークエンド無料宿泊特典で利用することができるっていった形になります。ですので事前にね利用したいホテル日付あると思うんですけども、こちらねヒルトンのサイトで調べていただいて、スタンダードルーム特典のね客室が空いていることをね確認してからですね、まあチャット等々でやり取りしてね予約していただくんですけども、まあそれ確認してからねやった方が、まあ後からねめんどくさくない、まあチャット上でねその日無理だよって言われるっていう風になりますんで、まあそれだとねまた時間がもったいないなと思いますので、事前にね泊まりたいホテル、またねそのホテルのスタンダードルーム特典の客室がね空いているっていうのをぜひね確認しといてください。まあそれからですねチャットでお願いした方がですね、まあスムーズにね利用できるかなと思いますので、この点はね覚えておいてください。ではね早速やっていきたいなと思います。はい、それではですね、こちらはね、ヒルトンの公式サイトになっておりまして、今ね、ログインしてる状態っていう風になります。で、まずですね、スタンダードルーム特典が空いている客室ってなんやねんっていうね、人も中にはいらっしゃるかと思いますんで、ちょっとニューヨークのホテルでね、見ていきたいなと思うんですが、まず、この前開業した店舗バイヒルトンにしましょうか。で、これをクリックして、はい、そうするとね、客室の詳細が出てくると思うんですけども、でこれちょっとあれになってるんでポイント宿泊に変えましょうね。はい、これで出ましたね。下の方に行くと、まあこれでねスタンダードルームリワードっていうのが出てると思うんですけども、これですね、これがスタンダードルーム特典の客室っていう風になります。ですのでウィークエンド無料宿泊特典で宿泊できるのはこの客室しか利用することができないんですよね。で、この枠っていうのはホテルのね、その日の枠っていうのがございますので、まあ利用したい日にですね、このスタンダードルームリワードのね、客室が、まあ、空いてなくて、このプレミアムルームリワードとかね、ありますよね。こういったものしか空いてなかったら、このね、ウィークエンド無料宿泊特典でホテルね、宿泊することができないっていった形になります。ですので、行きたいね、日があると思うんですけども、まあその日で検索していただいて、このね、スタンダードルーム特典がね、空いているかどうかを、まあチェックね、していただければなと思います。基本的に私がデスクに聞いた時にはね、まあ、このスタンダードルームリワードはね空いていれば基本的にウィーケンド無料宿泊特典ではね使えるっていうね回答をいただいておりますんで、まあ、これをね事前に検索していただくとですねスムーズにね予約できるかなと思います。ですので、まあ、こういった感じでね覚えておいてください。ではねスタンダードルーム特典の客室をチャットでね予約していく方法なんですが、これまた適当にね入れていただいて検索ねかけていきます。
ではね、このページに行ったらですね、一番下にね、このマークちょっと見づらいと思うんですけども、話するマークあるじゃないですか。これをね、クリックしていただきます。そうするとね、こういった感じで出てきますよね。で、ウィークエンド無料宿泊特典を予約するのは、これね、まずリザベーションをクリックしていただきます。そうするとですね、ここをね、選択しないで、このね、メッセージを書くところに、ブックアリバード、ナイトビザフリーナイトサーティフィケートということで、こちらをね、入れてください。ここね、選択しないで、この文言を入れる感じですね。で、これを送ります。で、送ったらね、こういった感じで返答が返ってきますので、そうしたらね、その他のね、サムシングエルズっていうのをクリックしていただきます。これクリックするとどうなるかというと、このね、ヒルトンのチャット自体がですね、ライブチャットになっておりますので、これでね、係員の方にチャットがね、つながるようになります。ですので、まあ、そこでですね、ウィーキング無料宿泊特典で予約したい旨、またね、ホテル名、日付等々入れていただいて、まあ、予約ね、していただくっていった形になります。まあ実際ね、私がウィークエンド無料宿泊特典ね、持ってればよかったんですけども、ちょっとね、私今ね、ウィークエンド無料宿泊特典ね、持っておりませんので、実際予約完了まではね、お見せすることはできないんですけども、まあ先ほどね、このライブチャットでね、確認させていただきましたけども、ウィークエンド無料宿泊特典もね、この画面から、利用することができるっていう風にね、回答いただいておりますので、こちらでね、ぜひやっていただければなと思います。注意事項としては、この会話全部ね、英語っていう風になりますんで、まあ、ディープルっていうね、翻訳サイトありますよね。あれで、まあ、翻訳しつつですね、送信していただいて、あとなんかあるかな。一応ね、これ英語サイトじゃないと、このね、チャットマークは出てこないと思うんで、こういったね、日本のね、予約ページありますよね、ヒルトンの。この日本の予約ページだとね、このチャット画面が出てきませんので、多分これ利用できないんじゃないのかな。ちょっと利用できたらあれなんですけども、私はね、ちょっと確認できなかったんで、基本的にこの英語のサイトでね、利用していただければな、というふうに思います。はい、ということで、こういった感じでね、PC でやっていただければなと思うんですけども、一応ね、ヒルトンのアプリでも利用することができるということで、まあそこまでですね、ちょっとね、皆さんにお見せしていきたいなと思います。それではですね、まずヒルトンのアプリを開いていただきます。これね、最新のバージョンしなくても利用できるかどうかわかんないんで、もしね、できなかったら最新のバージョンにしといてください。私はね、アップデートしたらね、最近なんかトップ画面変わりましたよね。で、トップ画面が出たらですね、一番下にね、ヘルプっていうのがありますよね。で、この一番下の方にですね、チャットウィズアスっていうね、チャットする画面がありますよね。これをクリックしていただくと、先ほどね、PC でお見せした、このチャットのね、やり取りの画面になります。で、これね、ちょっと時間が経って、先ほどと同じようにね、メッセージが送れるようになるんですけども、今ね、見ていただいている通り、これ、できないですよね。これね、かなり不安定なのか何なのかちょっとわかんないんですけども、先ほど一回できたんですよね。ですけども、できなかったりもしますので、一回ね、再起動、スマートフォン自体ね、再起動をかけたら、できたりね、しましたので、これちょっとね、電波の関係とね、不安定さはね、ありますので、まあ、できれば PC でやっていただければなと思うんですけども、本当にさっきのね、チャットのやりとりと同じ画面が出ますので、まあ、入力する文字もね、同じで利用することができるっていう風になりますんでね、選択肢も同じで出てきますので、まあ、同じようにね、利用していただければなと思います。まあ、再起動かけていただいたら多分できると思うんですよね。私もさっきね、できなくて再起動かけたらできて、今またできなくなってるんでね。はい、ちょっと不安定な部分はございますけれども、一応スマートフォンでもね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、利用しやすくていいですよね。ということで今回ですね、ヒルトンのウィークエンド無料宿泊特典が、ライブチャット。まあ、一応ネットでね、全部完結すればね、マリオットみたいにね、できればね、非常にいいんですけども、一応ライブチャットということで、まあ、一応ね、電話しなくてはね、よくて利用することができるようになりましたので、ぜひね、こちら利用してみていただければなと思います。まあ、一応ね、チャットなんでね、やりとりも必要ですし、このね、ヒルトンのね、このチャットもね、繋がってないとね、すぐ切られちゃうみたいなんでね、ページをね、閉じないようにして、チャットね、続けていただければなと思います。なんかね、ページをね、閉じるとね、向こうにすぐ伝わって、向こうもね、すぐ閉じるらしいんでね。はい、この点はね、注意していただければなと思います。まあ、電話しなくていいのはね、結構楽かなと思いますんで、ぜひ利用してください。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。ヒルトンアメックスで今ね、入会キャンペーン強化しておりますんで、まあ、こちらの動画もね、ぜひ参考にしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。